今日はですね、転職者向けの面接対策講義となります。ズバリタイトルはこれです。面接官を必ず納得させる、最強に説得力のある転職理由を作る方法です。転職理由、特に一筋縄ではいかないので、今日の講義の考え方をしっかりと覚えた上でですね、本番面接官が完全に納得できる理由を作れるようにしてもらえればいいかなと思います。まずですね、面接官はあなたの本音が知りたいんですよ。その論理的に成り立つ転職理由だけでは不十分なんです。あなたが本音ベースで納得できる成り立つ理由なのか、面接官はそれを重視しているわけなんです。具体的な説明を挙げるとですね、例えば一貫してあなたが工場のその現場作業をやってきたと。で、そういう仕事をやってきたのに、突然その工場の人手不足対策に対して関心を持ったから、それに対処したいと思って公務員目指しましたって、それだけ言われると、面接官としては、本当にってこう疑問に思うわけなんですよね。やっぱりこう一貫して長いことその一つの専門職としてですね、工場でその工具の切削などね、いろいろとそういった専門的な仕事関わってきたと。そこである程度の立ち位置も確立していると。だけど、その工場の人手不足とかそういった問題を目の当たりにしている中で、私は公務員としてそういった社会的な課題に対応したいと考えて公務員目指しましたと、それだけ言われても面接官としては本当ですかと思ってしまうわけなんですね。で、その面接官が違和感を感じる代表的なその転職理由について改めて説明します。例えばこんな理由を作る方多いんですけど、これエントリーシートではその論理的にちゃんと成り立つ理由なので問題ないんですけど、面接行った時に撃沈するパターンです。読み上げますね。私は A 企業の生産部門で製品開発に関する仕事に携わってきました。その仕事に携わる中で、企業の人手が足りなくて、人手不足など社会的な課題に対応したい思いが強くなり、公務員へ転職しようと思いましたと。はい、で、これね、聞いたら一見論理的に成り立っているので、これ使えるなって思うんですけど、採用する側の立場からするとですね、本当にそんな意識変わることある？って、あなたの本音は別にあって、それはやましい理由だからこそ、こういった建前上の理由作ったんじゃないのかなって、そう面接官は確信を持っていろいろと追求してくるわけなんです。だからこそですね、面接官が納得できる理由を作るには、その改めて本音の理由を整理するというところから始めてほしいかなって思います。例えば新卒時はその工場勤務でなりたいって思ってたのは、もうそれは事実なので、実際になりたい仕事に就くことはできた、それは問題ないんです。だけど現場の仕事って怪我したら終わりだな、そういうのが働いてる中で、実際に先輩の方とか見てる中でそう感じることがあったと。で、あと公務員のその友人と話していて、そのやっぱ公務員の仕事を魅力的に思ったと。まあ、別にその土日休みで、そのちゃんとそのやっぱ仕事、8時から5時、それが基本的な勤務体系で羨ましいとか、そういう思いとかいろいろもう全部含めてなんですけど、公務員の仕事を魅力的に思ったとか。で、あと、その現場のキャリアだけでは、やっぱりその体が何かあった時に、もうそのキャリア途絶えてしまうから不安だなとか、あとね、ボランティア経験で、その公務員の仕事すごいなって実感したと。まあ、例えばその災害ボランティアとか、そういうのを参加する中で、公務員が現場で頑張ってる様子を見て実感したとか、こういった経験もまとめてもらえればいいです。で、あと現職の会社人間関係が悪いなとか、もう本当何でもね、そのなんでこの今の仕事から転職したいと思ったのかなっていう理由を、とりあえず思いつく限りね、箇条書きにまとめてほしいかなって思います。で、その箇条書きにまとめた中で、もちろん使うことができない本音もあるんですけど、使うことができる本音もあるので、そこから組み立てていって、本音ベースで面接官が納得できるものを作っていくことができたりするんです。例えばね、次の具体例となっております。現職は新卒当時になりたいと考えてた仕事に携わることができていて、その点で自己実現は達成できてるんですよと。だけど、災害ボランティアに参加したことをきっかけに、一つの会社に貢献するのではなくて、安心安全な地域社会を築いていきたいという思いが日に日に強くなってまいりましたと。そこで愛着ある A 市職員として地域貢献したいと考えて、今回志望することにしましたとか、こんな感じですね。
で、こういう構成にするとですね、まあ、先ほどの人手不足対策以上にあなたが災害ボランティアに参加したことが事実でしたら、例えば能登半島地震とかも集落がその土砂災害によってね孤立してしまったりとか、あと輪島の中心地がその瓦礫になってしまったりで、実際に避難所でかなりそのやっぱ苦しい生活強いられている方がいたりします。やっぱそういう人たちを実際に目の当たりにしてですね、その自分自身が今勤めている会社でキャリアを重ねていくのではなくて、やっぱりその道を捨ててでも私は地元の愛着ある地域が大規模災害起きた時、やっぱりこういった困った方々一人でも助けることができるように日頃から安心安全な地域づくりに努めていきたいと、そういう思いをその本当に感じたんですと。だからこそ私は公務員としてのキャリアを築きたいと考えて、私は A 氏の職員の応募をしたんですよとか、まあ、そういうことをしっかりと実体験踏まえて話すことができたりするので、人手不足対策云々とかそういうなんか建前上の理由を組み立てていってね、あの論理的にこう成り立つ文章できたから満足しても、面接官はあなたがこれあくまで建前で作ったんだなっていうのすぐ分かっちゃうので、そんなことするぐらいならやっぱりこう本音ベースで話せるもの、使えるものがあったらそういうのを組み立てて使ってもらえればいいかなって思います。はい、であともうワンパターン、先ほど箇条書きにした内容の中で組み合わせて作ることもできます。例えば面接官からあなたはなぜこのタイミングで転職するのですかと言われた際にですね、現職は、まあ、新卒当時に確かになりたいと考えている仕事に携わることができてて、その点で自己実現はもちろんできてますと。ですがその社会人として多くの職種の方と関わる中で自分の価値観は大きく変わっていったんです。幼少期から自分のことよりも周りを助けたいという献身性が強くあって、公務員の知人と話して職務内容を聞いているうちに、工場のその現場勤務のキャリアを積み上げていくのではなくて、公務員として長期的視点に立って人のために貢献したいという気持ちが強くなっていった経緯がありますと。だからこそ愛着ある A 氏の職員として地域貢献したいと考えて志望しましたとか、あのこういうやっぱ自分のその本音ベースで、たとえその一番第一の理由はあの安心 安定と、あの自分のやっぱ安定した待遇求めてっていうところがあるかもしれないんですけど、それでも少しばかりねやっぱり本音ベースで公務員に対して本当に魅力的に感じたっていう実体験があるんだったら、それを説明した方が面接官にとって納得できる理由になったりします。面接でですね、あの今回の講義で冒頭で取り上げたその人手不足問題に対して、関心持ったと、だからこそ私は公務員として取り組みたいと思いましたと伝えた際に、面接官は本当にそれだけですかと、あなたはずっとその工場で、現場でそのいろんな金属加工とかも頑張ってきてやってきたからこそそういう仕事に誇りはなかったんですかと、その人手不足感じたからそれだけで動くっていうのはちょっと納得できないんですけどって言われた時に、あくまであなたはエントリーシートで論理的に成り立つ文章を作っただけなので、それ以上答えることできないんですよ。だからこそですね、それよりも自分が実際に公務員の知人と話して本当にその職務内容を聞かれた内容とかあったりしたら、そういう理由を説明した方がですね、面接官がですね、具体的に知人のどんな話聞いてあなたは公務員に対してそこまで関心抱いたんですか、今のキャリア捨ててまで公務員になりたいと思ったのはその公務員の知人の方と話したりしている中で特に何がその魅力的に感じたんですかって言われた時に、その深掘りされてもちゃんと対応できる回答ができるわけなんです。でこのようにですね、本音ベースで組み立てていくっていうことがすごく大事でして、一般的な書籍でその論理的に一見論理的にこう成り立つような理由ですね、あの自分がこういう地域課題気になってとかそういうもの書かれたりしてるんですけど、特に既卒の方は新卒の方と違って今の仕事を捨ててでも公務員になりたい、その理由は本心は何があるのかっていうところをめちゃくちゃ面接官気にするので、だからこそですね、表面上成り立つ理由だけじゃなくて今回取り上げたように本音ベースでの理由、これをしっかりと作っていって深掘りされても説得力のある具体的なきっかけや経緯というものを説明できるようにするということが大事でございます。今日はね、本当にこれ既卒の方が耐える上で、面接で耐え抜いていく上ですごくすごく大事な考え方なので、ぜひ覚えておいてください。では今日の講義は以上となります。ありがとうございました。